起伏に富んだ砂の丘、荒波によって生まれた岩の島々、風と波が作り出した大地の造形。ここにあるのは自然のアートです。鳥取県が誇る自然美、その代表ともいえるのが鳥取砂丘です。標高およそ47メートルの馬の背などがある起伏の大きな地形は、砂丘として日本で唯一天然記念物にも指定され、多くの観光客でにぎわいます。さらさらとこぼれ落ちる砂は山の岩石が風化し、川によって流され、日本海に流れ出したものが再び陸に打ち上げられたもの。風に吹かれて形作られる風紋も見どころです。海と岩のコントラストが美しい浦留海岸、海岸浸食によって作られた絶景の地です。浦留海岸で一番大きな菜種島を先頭に、5つの島が連なる菜種五島、穴の開いた岩の頂に一本の松が佇む千貫松島、これらの優美な景観は遊覧船に乗ってのんびりと、またカヌーやシュノーケリング、ダイビングでも楽しむことができます。悠久の歳月が生み出した自然のアート、ぜひ体感してみてください。